3月曜日15時51分配信、ゲッティイメージズ、劇作家サンフレッチェ広島が3日、FW ドーグラス、ビエーナ、MF、柴崎浩重、MF、清水浩平の負傷状況を発表した。クラブの発表によると、ドーグラスは、左が一体直近肉離れで、全治から4週間と診断された。4月13日のトレーニングで負傷し、30日のトレーニング中に再負傷していた。柴崎は、左下体3頭筋肉離れで、全治2から4週間。清水も左下体3頭筋肉離れで、全治2から3週間と診断された。2人は4月28日に行われた、ルヴァンカップ清水戦で負傷した。関連記事から、正直言って、話が通じないレベル、浅野拓磨の対談騒動で、元北九州 DF、浦田樹が実体験語り、それが東欧から、女優、本田望未哲さんが、青森山田の先輩、松木旧聖子の制服にショット公開、陰ながら応援しています。から驚きポジションで、先発のレアル MF。さらに抱えていた、秘密を、美人パートナーが告白、今日の午後のことですから、死ぬとしても、ネイマールが並々ならぬ決意語るビジャレアルに、敗戦を隔て。スペイン紙の久保建英評価は、少しの出場後、3月曜日15時51分劇作家、アクセスランキング、サッカー11対談の、浅野拓磨に4億円要求か、パルチザン、訴訟に勝つと確信現地版報じる、AB スポーツも、3月曜日12、AB に、正直言って、話が通じないレベル9読み払いで、対談発表の FW 浅野拓磨、同じ東欧でプレーする元津が DF、浦田樹が内情に研究中ワールドサッカー。3月曜日12、553、その時彼らは、11期ぶり、優勝のインテル、現在所属する、監督、選手たちの11年前サッカーキングも、3月曜日14、234、サンフレッチェ広島と広島東洋カープが共同記念ユニフォームを発表。7月3日に着用ゴールも、3月曜日13、永久後も、正直言って話が通じないレベル、浅野拓磨の対談騒動で、元北九州 DF、浦田樹が実体験語り、それが東洋劇作家の3月曜日15時10分雑誌アクセスランキング、スポーツ11日本人ナンバーワンの司令塔は誰か。元日本代表、10番、長野博士がベスト10を選んだウェブスポリティバゴ、3月曜日11、00ファン加工に、個人ファンは、なぜ厳しいの？が球団の選手から、同情の声が、ドッグ、アイラドッグ、5、3月曜日14、003、3位を欠かずと、マリファナ陽性で、口座剥奪の可能性も、ユーカ側は、変態に成分が混入されたと説明レイリー慎重。5、3月曜日10、594、今でも許せません。わきまえる女性、橋本聖子会長が、スケート界の怒りを買う理由小池。丸川との関係も、文春オンラインも、3月曜日11、125個電撃対談の浅野拓磨に、元同僚 MF が激怒、チーム全体を窮地に、こんなことは、前代未聞、フットボールチャンネルも、3月曜日15時8分。